ついに修行か。まずは場所を変える。滝の裏に移動するぞ。了解。滝の裏？その修行、僕も付き合っていいですか？オッケー。まあ、滝の裏って…まずはしっかり行動、そしてびっくり動揺。お？ナルト、とりあえず行ってみよう。すっげえ。滝の裏にこんな遺跡があったとは。それでここではどんな修行？ここで九尾と戦う。え？九尾と戦うって？まさか無茶なことするんじゃないでしょうね。無茶しないでコントロールできると思うな。バカ野郎、この野郎。ここは昔から人中力に選ばれた者が急ぎを行う神聖すぎる場所だ。しかし、ヤマト隊長、俺は九尾の力をコントロールするためにここへ来た。これは俺にとっても大切なことだ。逃げらんねえ。ナルト。よし、まずは美獣と対話する。この先にある建物に行くぞ。おっ。ここが。この中へ入って座って目を閉じ集中する。いよいよだってばよ。ナルト、本当に大丈夫？俺は一度言ったことは曲げねえよ。フッ、オーケー。それじゃ。第4章ナルト出生。俺の話をよく聞け。説明。ナルト、お前に施された九尾の封印術はどんなのだ？絶望。封印術？師匠封印です。師匠封印か。立派なもんじゃねえか。俺様の鉄鋼封印より硬いな。やはり封印を解くんですね。もしコントロールがうまくいかず九尾が完全復活したらどうするんです？この場所に閉じ込め封印する。ここはそういう場所でもある。ここに封印するって？しかし。そうはならねえよ。俺がやってみせっからよ。ナルト。よし、そろそろ扉を閉める。これからキュービとのやりとりを教えてやる。ナルト、お前に簡単。ルールは簡単。精神の中でキュービと挨拶したらまず封印を解け。キュービが封印から出てきたら自分のチャクラでキュービのチャクラを捕まえて引っ張り抜ける。チャクラはチャクラでしか捕まえられねえ。この常識。キュービから直接キュービのチャクラを奪えばいい。それ勝利。言っとくが、チャクラを取ろうとするときは逆に引っ張り取られる危険もあるぜ。こっちが全部抜き取られてチャクラがゼロになったらどうなるか説明はいらねえな。
おお、相変わらず目つき悪いな。ナルト、貴様、本当のお前はどこへ行った？感じないぞ。ここにいるだろ、お前の目の前によ。どういうつもりだ？もう分かってるだろ。そうか、わしの力をコントロールするつもりだな。わしに勝てると思っているのか？ナルト、俺様も戦いに参戦。オーライ。おっちゃんのサポートがあれば有利に戦える。なら俺は、おっちゃんの力を借りるのも一つの手だ。けど、B のおっちゃんには悪いけど、ここは俺一人にやらせてくれ。あえて進むか、修羅の道。だけどナルトの力も全くの未知。OK、その可能性を信じて手出しはなし。やるのはアドバイスの話だけ。うん、サンキューだってばよ。OK、お前の着替えを汲み取る。俺様、ナイスガイ。行ってこい。戦闘開始。いいか、やるべきことはそう難しくない。バカ野郎、この戦いはキュービのチャクラを奪うは目的。けど今のキュービは元気で難敵。まずは奴の体力を削るのが優先。出ないとチャクラは奪えません。キュービの攻撃はかなり熾烈。それをかわして近づけ。しれっと分かったってばよ。貴様の力はわしの足元にも及ばん。こんなバケリズムに目につぶしてくれ。わしの力をコントロールする。誤解無理な話。わしからすると貴様は小さな存在。すげえな、キュウリ。されんじゃねえ、バカ野郎。この野郎、貴様の中の憎しみをもう一度呼び起こしてやる。
よし今だ。甘いな。お前はわしをコントロールすることなどできん。お前はわしの憎しみの小さな一部に過ぎる。あなたはここにいていいのよ。ナルト。なんだ。どうしてこんなとこに人が。それに、なんで俺の名前を知ってる。そっか。そうよね。じゃあ、私が誰か当ててみて、ナルト。まさか。もうわかった。お前、キュービの正体だな。なんという野蛮な笑い。女に化けて俺を騙すつもりだったな、キュービの。違ってまで言ってあ、突発。いきなりとついちゃった。ったく、何なんだってば。てばね、生まれつきせっかちで早口だから、つい変な口癖がついちゃって、出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。あなたは大丈夫だった？私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけど。じゃあみなと何も言わなかったのね。もう、まったく。そう、私はあなたの。ずっと会いたかったってばよ、母ちゃん。てばよ、母。やっぱり私の子供ね。私をここまで縛りつける、この忌々しきチャクラ、屈しな。母ちゃん。ん？何でもないってばよ。ナルト、お父さん、ミナトにはもう会った？父ちゃんなら前に出てきてキュービの暴走を抑えてくれたってばよ。あん時もすげえびっくりしたっけ。そう。そういや、母ちゃんはなんで。ミナトはあなたがキュービの力をコントロールする時のために、私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。ナルトの力になれるようにって。そうだったのか。何さっきから
私の顔に何かついてる？で、そういうんじゃなくて、母ちゃんが美人な人でよかったなって。あら、そりゃどうも。髪は父親にだけど、顔は私に似ちゃって。ごめんなさいね、ナルト。なんで？美人の母ちゃんになら、俺ってば美男子ってことだろ？それに、母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだし、そっちも似たかったってばよ。私の赤い髪を褒めてくれた男は、これで二人目ね。そうなの？じゃあ一人目は？もちろん、あなたのお父さんよ。はあ？そういうこと？何が？あのさ、これ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ、父ちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったの？なんか恥ずかしいってばね。あ、てばねって言った。興奮してる。こういう時は動揺って言うんだってばね。また言った。私と湊が初めて出会ったのは、まだ二人が幼かった時。私は田里から引っ越してきた身でね、アカデミーに転入してきたのよ。その時に私と湊は一緒のクラスになった。私から見た湊の第一印象は、女男みたいで頼りなさそうでね。里のみんなに認められる火影になりたいって夢を語ってたけど、私には冗談に聞こえたっけ。なんで？父ちゃんってばすっげー強そうなのに。そうね、けど私はまだ若くて何も分かってなくて、湊を見くびってた。ある事件が起こるまではね。ある事件？私は自分の赤い髪が大嫌いだったけど、その事件以来私はこの髪が好きになったの。何があったんだってばよ。私には少し特別なチャクラがあってね、それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。母ちゃんがさらわれた？突然のことで大した抵抗もできず、私は彼らに捕まり雲隠れへと連行された。その時連れ去られていく中で、私は敵の足取りを残すためとっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。私は国境の間際まで連れて行かれて、もうダメだと思った。でもその時、そこだ。そう、湊が唯一駆けつけて私を助けてくれたの。ただ一人私の赤い髪に気づいてくれた。綺麗な髪だからすぐに気づいたって言ってくれた。その時の湊はとても立派な忍者に見えた。夢を叶える人だと思わせてくれた。私を変えてくれる人だと思った。この大嫌いだったただの赤い髪は、私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来自分の髪を好きになった。そして何より湊を大好きになった。私の髪を褒めてくれた男にだけ私から送る大切な言葉があるの。受け取ってくれる？え？ナルト、あなたを愛してる。愛してる。なんだろう、すっげえ
安心する。それにすっげー嬉しい。Thank you.
わしを怒らせたな、ナルト。まだこんだけの力が。やっぱすげえや、お前。でも、ごめんな。こりゃ陸殿。己、ナルト、覚えている？おめえを悪いようにはしねえから、少しの間待っててくれ。やったわね、ナルト。うん。ん？母ちゃんは今。これで港のところへやっと行ける。うん。でも行く前にあなたに言っておかなきゃならないことがあるの。え？ナルト、あなたが生まれた16年前の事件、その真相を言っておくわ。16年前の真相？私はあなたの前任の人中力。まずはそこからね。キュービの人中力だった。母ちゃんが？そう、私はキュービの器となるため、今は亡き渦潮の里から木の葉に連れてこられたの。キュービは。ちょっと待ってくれ。渦潮の里から連れてこられた？それに器ってどういうことだよ？渦潮隠れは封印術を得意とする一族でね、木の葉とは特別に深い関係にあったの。そしてその一族の中でも、私は特にキュービを抑え込める強いチャクラを持っていた。だから母ちゃんがキュービの器に決まったってのか？そうよ。だよ、それ何なんだよ。それはそれじゃまるで物扱いじゃねえか。連れてこられた時に事実を知らされてなかったし、それを聞いた時は私もショックだった。人中力のプレッシャー、孤独感、いろんな意志が降りかかって潰されそうになった。でもね、そんな時に私の前任の人中力だった渦巻水戸様が教えてくれたの。私たちはキュービの器としてここへ来た。でもまず先にその器に愛を見つけて入れなさいって。そうすればたとえキュービの人中力として生きていくことになっても幸せでいられるって。なら母ちゃんは人中力だったけど幸せだった？もう、ナルト、あなたが泣くことないじゃない。あれ、何？16年前に木の葉を襲ったキュービの事件、あれは暁の面をしている男の仕業だって父ちゃんが言ってた。それなのになんで母ちゃんがキュービを持ってたんだ？父さんから詳しくは聞かされてないよね。そっか、ミナとは時間が足りなかったのね。確かにそう、16年前に里を襲ったキュービはその面の男が操ったのは事実。でもその寸前までは私がキュービを封印して持っていた。じゃあなんで？その面の男、そいつはなぜだかはわからないけど知ってたの。何を？人中力の美獣の封印が弱まる唯一の機会を知っていた。そこを狙われてキュービを奪われた。封印が弱まる唯一の機会、何だってばよそれ。出産よ。人中力の女性が妊娠をし、出産を迎えるまでの約10ヶ月の間、封印に使っているエネルギーがお腹の子供へと移行していくために
美獣の封印がそれに比例して弱まっていく傾向にあるの。16年前の10月10日、私は三代目様の命のもと、里から離れた結界の中で出産をすることになった。これは出産の際にもし封印が解けてキュービが出てきてしまった場合のことを考えての処置。ミナトも出産には立ち会ってくれることになって、準備は着々と進んでいったわ。出産に関しては極秘事項だったけどね。なら俺は先に行くけど問題ないよね。もし陣痛が来たらすぐに周りの人を頼るんだよ。俺もすぐに駆けつけるから。もう分かってるって。それと木の葉の門に迎えの忍びがいるから、ちゃんと連れてきてもらうようにね。あとは湊斗、私のこと子供扱いしてる？いやそんなことはないよ。ないけど。ほんと、いつまで経ってもその性格は治らないわね。心配無用、私は大丈夫だから。さっさと先に行って用意しておいて。クシナ、いい？私たちはこれから親になるんだから、おたおたしてたらナルトに笑われるわよ。そうだね、ナルトに情けない姿は見せられないでしょ。わかったよ。それじゃあ先に行ってるから、後で結界の中で会おう。慌てる気持ちはなんとなくわかるけど、でももう少しで会えるね。こんにちは。ああ、
島さん。あ、迎えの方ですか。はい、もう準備はよろしいのですか。はい、大丈夫です。わかりました。こちらの準備は。いよいよね。そうして私は結界に向かった。結界の中では湊や医療忍者の方が揃っててね。正直初めてのことだったから不安はあった。封印の心配もあったし、でも湊がずっとそばにいてくれて私の不安を和らげてくれたの。父ちゃんが。それからは、ちょっと大変だったわね。男のあなたにはわからないと思うけど。母ちゃんでも大変だってことあったんだな。そりゃそうよ。なんてったって人一人を産むんだからね。とても痛いし、なかなか生まれないし、キュービも暴れ出すし。でも少しずつ少しずつ自分に子供ができるって嬉しい気持ちに包まれて、そして元気な産声と一緒にあなたが生まれた。俺も今日から父親だ。ナルト、会えた。よし、出産したばかりで大変だけど、キュービーを完全に抑え込むよ。四代目火影湊人、人中力から離れろ。でなければこの子の寿命は1分で終わる。お前は。まだキュービの封印が。さっさと人中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか。待て、落ち着くんだ。それはお前だ。俺は最高に冷静だ。ナルト、さすがだ。だが起爆撃だ。ミナト、ナルト。よかった、ナルトに怪我はない。無理やり飛来神の術を使わされた。狙いはクシナ。引き離されたか。急がないと。何のつもりなの。お前からキュービを引き出し木の葉を潰す。何だと。出産でキュービの封印は弱まり、そして最も厄介な湊を今は遠ざけた。お前を救う者は誰もいない。このわずかな隙をどれほど待ったことか。お前は。来い、キュービー。次は木の葉だ。待って。おお、すごいな、渦巻き一族とは。美獣を抜かれてもすぐには死なないか。キュービの人中力だったお前だ。こいつで始末してやる。
先行なだけはある。だが遅かったな。ミナト、ナルト、ナルトは無事なの？ああ、無事だよ。今は安全なところにいるよ。よかった。ミナト、あの男とキュービを今すぐ止めて、この葉へ向かう気よ。また飛んだか。まあいい。どうして？いいから、ナルトのそばに。すぐに戻ってくるよ。俺に気づいたか。大丈夫、お父さんはすぐ悪い人を退治してくれるから。ナルト、ミナト、あなたはもう親バカ決定よね。いや、ナルトが喜ぶと思ってさ。生まれてもないのにそんなもの買ってきて、ほんと気が早すぎだってばね。ナルト、母さんはああ言ってるけど絶対喜ぶよな。え、今動いた。ほら、やっぱり喜んでるんだよ。偶然じゃない？偶然でもいいよ、ナルトが喜んでくれてるなら。ミナト、言ってることがめちゃくちゃ。生まれてきたらいっぱい遊ぼうな、ナルト。そうね、生まれてきたらずっと一緒に。Thank you.
が、あなたのために買ったのよ。大丈夫、大丈夫だから。もうすぐ俺が父親か。ねえ、どっちに似てると思う？どっちでもいいよ、俺たちの子供なんだから。ナルト、お前に会える時が待ち遠しいよ。早く会いたい、ナルト。いいか、ミナト。ありがとう。ナルト、私の子供、私たちの息子。やった、会えたのに。四代目、分かってる。すまない。大丈夫かい、ミナト。ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。あいつは必ず止める。俺には守らなければならないものがある、大切なものがある。守るべきものがある限り、俺は最後まで諦めない。待って。私はまたやれる。引きずり込んで死ぬわ。そうすればこの先キュービの復活時期を延ばすことができる。今残り少ないチャクラであなたたちを助けるにはそれしかない。今までいろいろ。君が
俺を4代目ホカゲにしてくれた。君の男にしてくれた。そしてこの子の親にしてくれた。それなのに、ミナト、そんな顔しないで。私は嬉しいの。あなたに愛されてる。それに今日はこの子の誕生日なんだから。何より私が生きてて家族3人で暮らしてる未来を想像したら幸せだってこと以外想像できないんだもん。ただ心残りがあるとすれば、大きくなったナルトを見てみたかったな。クシナ、君がキュービと一緒に心中する必要はないよ。君の残り少ないチャクラはそのナルトとの再会のために使うんだ。君の残りのチャクラをすべてナルトへ封印する。八卦封印に組み込んでね。そしてキュービは俺が道連れにする。人中力でない俺ができる封印術は式封じ。でもあの術は実写が。それともう一つ、俺に封印するキュービは半分だけ。これだけの力は物理的に封印しきれない。そして戦略的にもできない。君を道連れにしたキュービの封印は復活まで人中力が不在となって微重バランスが崩れてダメだ。式封刃なら俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。だからキュービのもう半分は世界の変革と災い、その時の救世主が予言の子ですか。そしてそれが俺かもしれないと。ナルトに封印する。八卦封印でね。君の言いたいこともわかる。でもジライア先生の言っていた世界の変革のこと、そしてそれに伴って起こる災いのこと、今日確信したことが2つある。君を襲った面の男、奴は必ず災いをもたらす。そしてそれを止めるのはこの子だ。人中力として未来を切り開いてくれる。なぜかそう確信したんだ。ミナト、でも この子を信じよう。なんたって俺たちの息子なんだから。私たちの息子だからこそ、そんな重荷をナルトには背負わせたくない。それになんで式封刃なんか。あなたにはナルトのそばにいて成長を見守っていてほしかったのに、なんで。微重バランスのため、国のため、外のため、ナルトが犠牲になることないじゃない。私なんかのためにあなたが犠牲になることないじゃない。国を捨てること、
里を捨てること。それは子供を捨てるのと同じだよ。国が崩壊した君ならそのことがよくわかるだろう。国を持たない人たちがどれほど過酷な人生を強いられるか。それに俺たち家族は忍びだ。それと俺が生きていたところで君には勝てない。母である君がほんの少しの間であってもナルトへ伝えられるものには俺なんかが太刀打ちできない。それは母親の役目だよ。これは君のためだけじゃない、ナルトのためにやるんだ。息子のためなら死んだっていい。それは父親でもできる役目だ。見れる。ここまで重いチャクラだと。封印だ。キュービをナルトへ封印する。儀式用の台座、わしをまた封印する気か。しかもあんなガキに。これは父親でもできる役目だって言ったのに。じゃあ母親ならなおさらでしょ。わかったわ。夫婦喧嘩で私が負けたのは初めてね。それだけあなたが本気だってこと。ありがとう、クシナ。ふんに、クシナと俺のチャクラを。当分は会えない。今ナルトに言いたいことを言っておこう。
ナルト、好き嫌いしないで、いっぱい食べて大きくなりなさい。お風呂には毎日入って温まること、それと夜更かししないでいっぱい寝ること、それからお友達を作りなさい。いっぱいじゃなくていいから、本当に信頼できるお友達を、数人でいいの。それとお母さんは苦手だったけど、勉強や忍術をしっかりやりなさい。ただし得意不得意が誰しもあるものだから、あまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからね。アカデミーでは先生や先輩のことを敬いなさい。ああ、それと大切なこと、忍びの参勤について、特にお金の貸し借りには気をつけること、任務金はちゃんと貯金すること、それとお酒は二十歳になってから、飲みすぎては体に触るからほどほどにすること、それと参勤で問題なのが女、母さんは女だからよくはわからないけど、とにかくこの世は男と女しかいないから、女の人に興味を持つことになっちゃうけど、変な女に引っかからないようにね。母さんのような女を見つけなさい。それと参勤といえばもう一つ、ジライヤ先生には気をつけなさいってばね。ナルト、これから辛いこと、苦しいことたくさんある。自分をちゃんと持って、そして夢を持って、そして夢を叶えようとする自信を持って、もっと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 本当にいろんなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。愛してるよ、みなと。ごめん、私ばっかり。うん、いいんだ。ナルト、父さんの言葉は口うるさい母さんと同じかな。八卦封印。ごめんね、あなたを九尾の器にしてしまった。私たちの重荷を背負わせてしまった。あなたと一緒に生きてあげられなかった。愛情を注いであげられなかった。謝らねえでくれよ。俺は人中力だから、昔は辛い時もあったけど、父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてねえよ。そりゃ親の愛情ってのは正直よく分かんなかった。父ちゃんも母ちゃんもずっといなかったからよ、なんとなくしか。でも今はわかる。自分の命を俺のためにくれた父ちゃんと母ちゃん、俺の器にもキュービより先に愛情が入ってるってわかったから、だから俺も
幸せだ。父ちゃんと母ちゃんの子でよかった。ミナト、聞いてる？私たちの思い、ちゃんとこの子に届いてたよ。ナルト、私を母にしてくれてありがとう。ミナトを父にしてくれてありがとう。私たちの元に生まれてきてくれて本当に。これからはラーメンばっかじゃなくて野菜もちゃんと食うってばよ。風呂は好きだから安心してくれ。温泉にもよく行ってる。それにいつもいっぱい寝てるしよ。つうか寝すぎぐらいだってばよ。友達に関しちゃいいやつらがいっぱいできたんだ。母ちゃんにも会わせてやりたかったな。ただ一人だけうまくいかねえやつがいいんだけどよ。勉強のことはまあ母ちゃんの予想通りだ。もちろん落ち込んではねえってばよ。アカデミー時代は先生や先輩といろいろあったけど今ではみんな尊敬してる。忍びの三級はジライア先生に教えてもらった。確かに母ちゃんの言う通りの人だったけど、俺の忍びとしての生き方も教えてくれた。偉大な忍びだってばよ。俺は木の葉の忍者渦巻ナルトだ。夢は火影の名を受け継ぐこと。そんで先代のどの火影をも超えてやること。そんで父ちゃんよりかっけえ男になる。そんで母ちゃんより強え忍びになる。うわっ！何があった？うまくいったの？とにかくいろいろあって。いいよ。そうか、そういうことか。了解。お前の顔、今、了解。一体何があったの？それは次の機会に説明するってよ。All right? え？父ちゃん、母ちゃん、俺を産んでくれて、ありがとう。